皆さんこんばんは今日は2024年9月4日水曜日です今日のテーマは中国の集団的抗議行動が多発また大規模化と暴力化ができました中国はこのままでしたら分裂してしまうという分析が出ています これについて、今の社会の事情について話をしたいと思います。今年の後半となってきて、中国の社会では事件が特に多いんです。事件が多くて、いつ変わるでしょうかあるいは、この社会、中国、いつ良くなるでしょうかつまり、習近平の時代、いつまで 続くででしょうか。みんな思っているんですよ。この10年間ほど習近平が登場してずっと中華民族の復興だよ、大国の復興だよ、中国有名ですよというふうに主張してきました。これは戦路なんです。やはり自分のことを愛しろというのはちょっと言いにくいんですよ。でも、 中華民族、素晴らしいでしょこの社会、我々すごいでしょと言えば、多くの方は、やはり納得します。そして、今の状況を指導しているのは習近平です。なので、習近平を支持しましょうっていう意味です。習近平はこのような、たくさんのスローガンを作りました。特に習近平は、ある判断をしました。これは、 国策とも言います。東は上昇する。西は沈む。東とは日本ではないんですよ。東アジア地域の中国です。中国はこれからますます上昇するんですよ。経済も社会も発展するんだよっていう意味です。西とは西洋です。あるいは先進国という意味です。こういう判断がありまして、 これはですね、中国にすればチャンスです。世界のリーダーとなりますし、世界の秩序を決めて、ルールを決めて、最後、この世界を支配しますので。そして、その時に、習近平は人類のリーダーシップとなります。習近平ですね、こういうふうにずっと宣伝してきました。 国際行事ありましたら、絶対人類の今後の方向性、発展の方向を指導するよというふうに指導してきました。しかし、習近平のこの判断というのは間違いなんです。非常に自信過剰なんです。そして、国営企業、また政府のことを強くしてきました。中国の経済は どんどん悪化してきました。まだ中国は世界に孤立されました。これから経済が良くなるというのは誰も思えません。特に先週、IBM 社が中国から撤退するよと発表されて、中国の IT 業界、そしてこの業界ですね、これから世界から孤立されます。 といいう,うにみんな思っています。今までですね外資系特に台湾の会社であったりあの香港とか韓国の会社であったり中国から撤退してもやはりですねそんなに痛くないでしょうこういうふうにですね洗脳されたあるいは勘違いするバカたちが非常に多いんですよ変な愛護者ですね 変に自信あるんですよ。これはですね、我々にすればチャンスですよ。というふうに言います。例えば、サムソン、中国から消えました。その代わりに、ハワイとかですね、出てきたでしょいいですよね。と言います。でもですね、IBM、この会社の撤退ありまして、喜ぶ人はいません。さらに、中国では、バングラディッシュの事情について、 今でも話題となっています。政権は交代されました。あるいは元の政府も完全に終わりました。その政権等がなくなったんですよ。でも国は、バングラディッシュという国はもう普通に存在していますし、バングラディッシュでは内戦とか混乱はしていません。元首相橋名さんは、 亡命しました。あるいは逃げたんです。戦争もないのに、どうして逃げたでしょうか例えば、ムクフライナ、セレンスキ大統領は戦争で攻められました。最初ですね。それでも彼は逃げませんでした。というふうに、中国ではものすごい話題となっています。世界ではフリーダムハウスっていう人権組織がありまして、 政府に対して意義あり、自分の考えを主張する、社会、またあることに対して不満です。抗議します。この事件について、中国地域での抗議事件を統計しました。統計の仕方は、ネット、また SNS です。ななどです。8月29日には、レポートがありました。中国今年第2四半期。 抗議の事件は同期比18%増加です。今年は805件ありました。第二四半期ですが。うちの44%は労働者の抗議なんです。また21、21%は不動産についての抗議でした。場所といいますと、関東省、山東省、河北省、河南省、 と、施工所っていう順番です。都市で言えば、新鮮、西安と 3RC です。2022年6月から統計すると、合計で6300件以上ありました。うち2800件以上は、不動産についての講義でした。例えば、不動産を購入しました。でも、建ててくれません。建設、 不能となってしまいました、また、物件が何とか納付されました。でも、質が悪すぎです。また、建築、労働者の給料、未払いの問題です。これは44%です。そして、これらの抗議が多くて、多くの人々、家庭の生活、ショを受けているという判断はありました。 フリーダムハウスのレポートでは中国政府と国民には約束がありまして中国政府曰く経済を繁栄にするから国民の生活を継続的に改善していくんですよそうすると経済成長が必要なんです実現するには党が指揮まだ指導する必要があるんですよみんな 叱ってもらいます。しかし現在、経済が悪化してきました。国民の生活のレベルはどんどん格下げです。中国政府は約束したことを破りました。この政権を握る政党化がなくなってしまいます。これで抗議するものが増えてきました。去年後半から年金が 振り込まれなかったり、国営企業であったり、政府の機構、公務員ですね、給料引き下げの抗議も増えています。ただし、抗議は多いだけで、各階級にいる方々ですね、みんな抗議してるわけではないんですよ。例えば、税務署の職員は抗議はしました。でも、普通の役所の公務員は参加しませんでした。 あるいは銀行員は抗議しました。でも病院のお医者さんとかですね、看護師さんは参加しませんでした。あるいはまた近い年ですね、お医者さんは抗議しました。でも警察官は出てきませんでした。抗議しなかったんです。参加しませんでした。こういう意味です。まだ抗議ありましたらすぐに鎮圧されます。 現在中国政府は抗議することで政権交代になることはないんですよ。つまりバングラディッシュのようになることはないんです。抗議する規模は確かに拡大してきました。でも全都市、あるいは全社会、また全国での抗議ではないんですよ。また抗議についての事件ですね。原因は バラバラです。現在ですね、抗議するものは習近平に対して対人しろとは要求していません。ただ、中国政府はどんどんですね、この社会を管理する力が弱くなってきています。これから経済がさらに悪化しますので、生活の質もさらに下がっていて、また不動産の危機、 貿易の摩擦、民営企業の不振はどんどんひどくなっていくんですよ。こういう経済の状況ですね。改善の見込みはないんです。というふうに判断されました。そして去年、北京出身の方、天安門事件に参加された方はアメリカへ亡命しました。彼女は言いました。コロナ3年間、多くの方々は居住ですね。 なくなってしまいました。ただし、公務員とか、国営企業に勤める方は問題はなかったんです。自由はなかっただけで、でも、その3年間、中国の経済は終わってしまいました。中国の国民は、最後ですね、食べ物で困るでしょうか食べ物で困るようになって、全国で抗議する。 農民が反乱する、反乱する。これはですね、中国の昔からなんですよ。ピキの不動産価格について、自分が住んでいた団地約30%ほど下落しました。また、関係者の情報では、ピキの市民20%以上社会保険料納付しないと決めています。現在、中国では、 公務員にしても、公務員にしても、銀行員にしても、みんなショックを受けています。やはり言及、まだボーナスカット、あるいは前年度のボーナス返還しろと求められますので。でも、政治に関しての、例えば政権交代とか、習近平に引退しろとか、そこまではなっていません。あくまで、 経済に関しての不満なんですよ。まだ社会での抗議は多くて地域はですね、バラバラです。2002年のようにゼロ感染者施策に対して全国での抗議活動はなかったんです。つまり白い紙の抗議でした。みんな当時ですね、抗議して知って習近平はそれを知ったんですよ。それで 施策を変えました台湾にある武法大学の社会問題研究家、話がありました。1993年から分析してきました。1993年、中国大陸には8,700の抗議事件があったんですよ。2009年には9万件もあったんです。多い時は1日。 493件もあったんですよ。当時ですね、地方政府は現地の住民さんに対して強制的に引っ越ししろと命令したんですよ。でも多くの人々は嫌でした。やはりですね、この土地取りますから出ていけと言います。この土地をですね、高速道路にするよ。あるいはダム作りますから。あるいは工業団地にしますから。 でもですね、多くの人々は嫌でした。当時ですね、結構ひどかったんですよ。と私はですね、今でも覚えています。毎日ですね、そういう喧嘩とか、政府との対抗ですね、結構ありました。でもですね、政府はものすごい悪いんですよ。地元の現地のですね、そういうチンピラたちを利用して、夜ですね、放火してもらうんですよ。当時ですね、 ものすごい大変でした。やはりですね、その時はまたネットですね、普及しませんでしたので、やはりですね、そういう事とはあったんです。また、環境の温泉とか、例えば糸、地下水が飲めなくなったり、川の色ですね、急に赤色、またそれはですね、毒川といいます。でも、それがですね、2019年からどんどん東京が できなくなってきました。昔の場合は、現地にいる台湾人、やはり台湾系の企業が多いので、台湾の企業、また現地の調査員から情報を得ることができました。現在ですね、予測ですが、年間で10万件以上はあるでしょう。という、本判断ですね、分析はありますが。ただし、特徴がありまして、後期の規模は拡大してきました。 ただし、講義の内容は限定的です。例えばですね、給料はもらえません。これで、この工場、あるいは会社の前で講義します。例えば、団地、この団地、物件が悪いんです。質が悪いんです。団地の前、あるいは不動産、開発企業の前で講義します。例えば、銀行に お金を入れました。貯金なんです。貯蓄は消えてしまいました。銀行の前で抗議するんですよ。つまり、場所にしても内容にしても限定的です。他の投資、まだ使用には関係ないんですよ。また、抗議するものは被害を受けた方なんですよ。もしですね、被害を受けていなければ、抗議にはもう参加しないのが特徴です。 例えばですね、街中では電気、自転車、あるいは電動、バイクですね、政府が罰金取ったり、あるいは募集するんですよ。普通ですね、みんな抗議するでしょうが、そこでですね、被害を受けたら抗議するんですよ。でも、今日ですね、たまたま私が乗っていません。これを見かけたら無視するんですよ。っていうのがですね、中国の特徴です。 また、抗議する団体はまとまらないんです。つまり、リーダーシップがいないんです。リーダーシップがいなければ続きません。そして、最後ですね、求めることは、経済、あるいは金銭、お金ですね。だけなんですよ。例えば、施策を変えようとか、法律の改正とか、改革は求めていない、というのが、 台湾の先生が分析しました。現在ですね、中国の社会では、バングラディッシュのことをずっと話が出ています。やはりネットでは討論しています。今年7月、バングラディッシュでは、公民の採用について国家の英雄、中国の場合は昔の赤軍の子孫たちを優先にしましょうと、 決められました。赤い2世帯、3世帯を優先的に雇用しましょうというルールを決めたんですよ。こちらですね、写真です。中国では大体同じなんですよ。昔、自分のおじいちゃんが赤軍でした。自分も軍なんですよ。自分のおじいちゃんが警察官でした。自分も警察官。それが普通です。 そして、自分の奥さんも大体、警察官の可能性も高いんですよ。あるいは、検察官の可能性が高いんですよ。例えば、おじいちゃんが警察官。お父さんも警察官。お父さんは仲間。自分の友達。検察官です。その、相手ですね。あるいは、彼女、彼氏を紹介するんですよ。で、結婚してもらう。ということが非常に多いんです。 その代わりにですね、お父さんは農民です。息子も農民です、うん。大体ですね、孫となったら私は農民です。こちらも写真ですが、家族ですね、全員宅配ですね。こちらがですね、家族全員とは言いませんが、みんな裕福そうです。やはり警察官、また検察官です。こちらが軍ですね、見た目も やはり軍ですね。この格好は軍です。こういうのがですね、大体家族の写真で職業ですね、大体わかります。これがですね、中国の特徴なんですよ。やはりですね、内定というのが普通なんです。しかしですね、バングラディッシュではみんな納得しませんでした。若い子たち、学生さんは抗議しました。はな政権はですね、最初は鎮圧しました。 犠牲者も出たんですよ。学生さんの抗議とは、まあ改革、あるいはこの制度を改正しろと求めたんです。しかし、鎮圧されて、犠牲者も出て、自分の仲間が亡くなったんですよ。柱の政権に対して退陣しろと要求しました。つまりですね、最初はこの制度に対して不満があったんですよ。それで抗議しました。 最後ですね、反政府運動となったんですよ。8月初め、バングラディッシュ軍は、我々は中立ですと発表したんですよ。軍のものですね、やはり政権を守ってくれませんから、ハシナ政権は崩壊しました。でもハシナさんは逃げましたかハシナさんは20年間も、このバングラディッシュという国を統治してきました。でも彼女は、 一瞬で亡命しました。ネットではですね、政権交代っていう言葉ですね、普通に投稿できました。台湾の各社ですね、これについても分析しました。中国もそうなるでしょうかでも、リーダーシップがいません。リーダーシップなんだったらですね、すぐに逮捕されますので、現在、中国を例にすればですね、 薪がとにかくいっぱいあるんですよ。つまり燃料たくさんあります。ただし、その燃料、薪をですね、薪に強く、不要ですね、作る人はいない状況なんです。つまりリーダーシップ、リーダーがいない状況です。でもですね、みんな社会では習近平がダメだと中国人はほぼみんな思っています。今年2024年、 何かが起きるでしょう。というふうに、タイの各社さんが分析しました。どうしてですね、この話をするかと言いますと、イギリスのデイリーメールですね、2023年末ではですね、2024年今年について、中国について予測があったんですよ。当時、e、EU、イギリス、EU から離脱ですよと、またトランプさんが当選ですよと、 いう予言をされました。それが当たっていました。その方の名前は、クレイグ・ハミルトン・パーカーさんです。まあ、少しですね、当たっているというのが今の現状です。彼はですね、2013年年末は、今年、習近平、まだ中国について予測予言がありました。1、習近平は重い病気になるんですよ。でも、後悔はしません。2、中国では、 二回目の革命が起きます。まあ、これについてですね、私はわかりませんが、質問もできませんし、一回目の革命はいつでしょうかと聞きたいんですよ。やはり、中国では革命が多いんですね。例えば、孫本さんも革命がありましたし、毛沢東は自分も自称革命なんですよ。そして、習近平の健康に関係あって、 彼は支配できなくて、やはり重い病気ですから、革命が起きるんです。っていう判断はありました。予測はありました。次は3、中国共産党内部の闘争で政権が変わる。ただし、習近平が退陣してもなくなることはないんですよ。4、中国はいつか独裁政権、独裁国家ではなくなる。最終的に、 民衆国家となっていくんです。ただし、これは今年ではないんです。もっとかかるでしょう。というふうに予測をされました。中国は分裂する可能性は高いんです。そして、連邦政府の体制ではないんですよ。アメリカとかのようにそうではないんです。チベットは独立する。香港も独立する。上海とかも独立する。 っていう予測はありました。そしてですね、何かといえば、ヨーロッパのようになるんですよ。各地域はそれぞれ独立していくんですよ。独自の政策あり、法律あり、独自の政治体制があるんですよ。つまり、アメリカのような感じではないんですね。ヨーロッパのようなものなんですね。そしてですね、これを見てですね、まだ思い出したんですけれども、思い出して、 今の状況を見て、この約2ヶ月間ですね、中国の社会では、やはり事件が非常に多いんです。そして、中国政府はですね、全然気にしません。と私は思っています。例えばですね、この間、動画で話をしました。警察官、公安ですね。また検察官。あるいは、こちらですね、検察官です。検察庁です。すごい、 偉いさんなんですよでもですね、SNS で投稿するんですよ。公務員もそうですし、弁護士もそうですし、裁判官ですらですね、自分は不公平、不平等だよという意味で助けを求めています。自分で写真、動画を撮って投稿するんですよ。そして自分の身分証明書、自分の身分をですね、証明できるものを持って投稿するんですよ。やはり えー、信用性は高いってよっていう意味です。次ですね、タンクローリー車です。石油燃料を運んでから洗浄もしないで食用の油を輸送していました。中国の地方メディアが後ろについていたんですよ。隠しカメラで取材しました。2台の車に、えー、後ろにですね、ついていたんですよ。動画も撮影しました。そして、 運転手さんははっきり言いました。これはどこでも同じですよ。ずっと昔からやっていますよと普通に話をしました。でも中国政府調査の結果を発表しました。中国には18万台のタンクロリー車を調査してうち2台だけこの問題はあるんですよ。つまりですね、たまたまなんですよ。誰も信じませんが、またですね、 いつもではありませんと強調して、これはあくまでたまたまだよと説明しました。そして、被害者はいません。市場へ流出していないからというふうに説明しました。次はですね、3、住宅一時制度。我々は不動産税、あるいは固定資産税と言います。住宅の点検費用、メンテナンス費用、工事の費用、 これはですね、国民から、まあ、この物件ですね、持ち主から取るんですよ。でもですね、政府の口座に納付してもらうんです。つまりですね、これは固定資産税なんですよ。上海では正式に実施するよと決められました。これから全国でやっていくでしょうと思います。やはり政府にはお金がないからです。また、中国では 品質の悪いマンションの工事が多すぎです。そもそもですね、多分合格品質の良いマンションはないと思います。次はですね、4。ネットの使用許可制。あるいは規制制。自分の身分証明書を持ってネットを使用する ID 番号を申請します。ID がありまして、ネット使用許可を得るためにまた申請します。 そうするとアプリのダウンロード可能です。ネットでの投稿も可能です。またコメント書くことも可能です。当然アプリも利用していいんですよ。もしですね、この ID がなければ許可制度が、まあ許可証ですね、なければスマホを持っていてもアプリがあるんですが、でも使いません。現在ですね、中国政府はものすごい批判されて、 強制的ではないと説明しました。ただしですね、それが問題が出てきたんですよ。一部の地域ではガス料金,料金、水道料金、電気代ですね。ならなどそういう公衆料金を支払うアプリを使うとですね、この IT がなければ使いません。こういう事情が起きています。実はですね、これは中国政府の作戦なんですよ。少しずつ 慣れてもらいますので。原因はですね、簡単です。中国政府にはお金がないからです。また、中国政府ですね、現在何を言ってもみんな信用しません。習近平はこの状態でさらに不安なのですよ。さらにこの社会を厳しく管理しようとします。そしてですね、堂々と悪いことをやっているとバレても、それでも やるようになったんですよ。堂々とやるんですよ。そして、北京ではですね、四つ橋の抗議の事件がありました。旗がありました。人民のリーダーはいりません。選挙権をくれ。我々はどれではない。公民だよ。嘘はいらない。尊厳をくれ。というふうに言っています。そしてですね、7月には、湖南省にはですね、 ほぼ同じ旗がありました。反習近平の旗ですね。同じく端にかけられてて、そしてスピーカーで自動的に放送していました。内容ですね、ほぼ同じなんですよ。実はですね、こういうことは突発的な事件であって予測はできません。あちこちに監視カメラ確かにいっぱいあります。団地には警備員、 元自民解放軍の軍事ですね、引退しました。現在は団地の警備員やってる人が多いんですよ。やはり仕事がないからです。でもですね、こういうふうに監視やっても、社会を厳しく管理しても、こういうことですね、やはり起きています。予測はできませんので。そして中国ではですね、ずっと先制政治体制でやってきました。 習近平ななったら一人体制なんですよ。そうすると習近平はますます統治ができなくなりました。中国政府も統治ができなくなりました。例えばですね、問題点っていうのは一つの問題を解決するには一つの施策を出します。しかしその解決方法、施策を実施すると ま違うですね、2つ違う問題が出てきました。その2つの問題を解決するには、まだ2つの施策を出しました。しかし、実施するとですね、まだ違う問題が2つも4つも出てきました。ずっとこの繰り返しなんですよ。最後ですね、この政権が崩壊するというふうに思います。その時ですね、このイギリスの先生が予測したように、 中国ですね、凡裂する可能性は高いというふうに思います。やはりですね、中国にはまとまる人がいませんので、昔ですね、モータコトの場合は神様、あるいはモータコトは中国のリーダーシップ、人類の指導者、やはり時代が違いますので、当時ですね、やはり今のネット社会ではないし、 テレビとかなかったんですので、外国からの情報もなくて、当時、洗脳しやすかったでしょう、というふうに思います。でも今は違いますので、儲ったことのような人間ですね、やはり、信用する人はいないと思うんですよ。そして習近平は、儲ったことではないと、みんな思っています。なので、中国ですね、やはり、バラバラになってしまう可能性は高い、というふうに思います。 当然ですが、中国の社会ですね、どんどん変化しますので、これについてまた話をしたいと思います。この動画はここまで,でと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。